校長先生に色紙をもらったんですよ。で、その校長先生の色紙がね、人並みにの努力は人並みに終わるっていう。すごくそれがね、私としてはね、小さいながらね、感銘を受けてね。で、今もってよく人に喋るんですよ。人並みの努力は人並みに終わるって。ね。で、それは、要は、人生っていろんな失敗するじゃない。なので、ね、順風で全てが人生終わるわけはないけどね。精一杯努力してね、失敗したらしょうがないよと。ね。で、そう思えるようになった。だから、まあ、人並み以上の努力はしようと。それで、なんか失敗をしたらね、それはもうしょうがないやと。もう次の挑戦に、の準備をするだけやとね。すごくね、その言葉がね、自分の人生に対してね、勇気を与えてくれた。もう一つ、あえて話をさせていただくとするとね、長崎西から倉手というところ変わったでしょ、高等学校ね。数学を教えていただいたのはね、蟹川先生って言ってね、今もご元気なんですけどね。問題は同じよね、当然。で、答えもね、実は同じなのよ。ところが、その蟹川先生が解く解き方とね、私の解き方が違うことがものすごくあるわけ。ね。だから、あ、数学というのはね、なんか、問題とゴールはね、回答は同じでもね、解き方いくらでもあるんだっていうのがね、その時にね、もうはっきり分かったわけね。人生も、出だしとスタートとゴールが同じでもね、いろんな人生があるのと同様にね、数学だって、問題の解き方だって、いろんな解き方があるっていうのね、その時覚えましたよ。覚えて教えてもらった。で、そういう意味では非常に良かったですね。父親がね、実は、地方屋というの国家公務員だったの。それで、九州一円はね、ほとんど回りましたよ。主だった都市は。それ、そういう意味でね、まあ、あえて言うと、2年ごと変わったと思ったらいいです。だから、実は入学してね、卒業した学校がない。小学校以来ね。入学は旧大だけど、博士課程終わったのは別の大学だしね。だから、なんとなく全て学校に関しては全うしてないなと。まあ、人生は全うしてんだけどね。それでね、まあ一つはね、独立心がつきますよ。2年ごとね、変わったらね、もう人に頼ってやっていけるわけないしね。それから、まあ、もともとの性格かもしれないけどね、あんまり後ろ向きなことは考えない。ね。よくリフォーミングっていう英語の言葉があるんだけどね。例えばペットボトルに、半分水が残ってるときね。あ、もう水が半分しかないと思うかね。まだ半分あると思うかによってね、全然違うわけね。それをリフォーミングって言うんですよ。ちょっと変えてみて、思考の方法を考えるね。だから、早くも一年経ったと思うかね、まだ一年しか経ってないと思うかによってね、将来どう進めるかって全然変わってくるわけね。大体私はだからそういう時に常に積極的な方しか考えない。だからそれがね、行き着く先どうなるかというとね、今いろんなことが行われてる。例えば、女子大でこういう制度とかね、こういう事業が行われるとするじゃない。ただね、いや、もっといいね、制度とかね、もっといい事業のやり方あるんじゃないかと思うわけね。だから、常にこう、変化を求めてるわけ。それが僕、私のね、あえて言うと、まあ、性格かな、性格形成かな、ということでしょうね。福岡女子大学の教育の理念っていうのがあるよね。だから教育の理念はね、リーダーシップがあって、国際的な感性を持ってるね、人を、の学生を作る。まあ、あえて人材育成をする。それが一つ。二つあるんですけどね。もう一つやっぱり地域の大学よね。地域社会へのね、やはり学術、文化、それから日常生活に貢献できる大学。だから一つは人材育成と、一つは貢献ね、地域社会への貢献ね。他大学と違うところをあえて挙げろと言われたらね、その女子大学をどううまく利用するかということね。女性の人ってね、すごく我慢強くてね、まあ、あえて言うと忍耐強くてね、それから音感がいいんですよ。耳がいい。
男性に比べてはるかにいいんですよ、音感も耳も。それは何に向くかというとね、コミュニケーションですよ。例えば英語の通訳を見てもね、ほとんど女性でしょう。で、それちゃんと特徴をつかまえてるわけですよ。で、今度は2番目。2番目はね、女性がはるかに男性よりもソフト。だから、組織づくりとかね、グループづくりってね、男性より女性の方がはるかに上手いです。3番目がね、フレキシブルですよ。なんか社会が変わる、変化したらね、なんかですね、もう男性ってうじうじと前のものをやろうとする。ね。女性の人ってね、さっと変わるんですよ。だからさっき言ったね、非常に忍耐強くて音感が優れてる。コミュニケーション。それからソフトである。ね、グループ作り、ネットワーク作り。それにフレキシブル。それをね、その国際感覚を持った教育の後にね、そっと加えるわけ。そうするとね、その女性がすごくね、輝いてね、生きてくるんですよ。ね。それで、結局は、国の内だけじゃなくて、外でも活躍しようと思う。そういうね、人が育つんですよね。どういう学生を育てたいかという。それはね、非常に大学の、まあ、根幹に関わることでね。私どものところは先ほど言ったように、リーダーシップが発揮できてね、国際的な感性を持ったが。だから、私の場合はやっぱり、学生の育てるという意味だったら、個人のリーダーシップの意味ですよね。リーダーっていうのは何かというとね、創造性があってね、その、人を引っ張れるということとね、最低限倫理観がきちっとしてる。ね。まあ、普通の人は黙ってても備わってるんです。で、ことさら倫理観って言わなくてもいいんだけどね。それからね、やっぱり創造性をどうやって作るかっていう、これは自分で努力しないとできないです。自分の身の前に興味を持ってね、なぜとね、興味を持って、その答えを自分で出すことなんです。間違っててもいいけど、答えを出すとね、それがね、その人の答えなのよ。で、まあ別の言い方だと個性。ね。で、個性が毎回毎回そういう考えをしてね、考えてるとね、その答えがね、集まってくると独創性なんですよ。で、独創性の積算したものがね、創造性ですよ。それからもう一つがね、やっぱり経験をね、たくさん積むことですよ。経験の多さっていうのがね、最後の勝負、人生の勝負になるんですよ。で、こう、人生ってこう、ご存知のようにね、こう、歩んでると、節目節目でね、右に行くか左に行くかで求められることいっぱいあるじゃないですか。ね。ただね、大体人間っていうのは、経験に基づいてね、いい方を選ぶんですよ。で、ベターな選択が最終的にね、ベストな人生になっちゃうんですよ。だからね、経験はね、たくさん積んでほしい。でね、そのやりたいことはね、やりたいことはやっぱり、私らの年になるとね、もう誰も同じだけどね、人のためになりたいわけ。基本的には、教育を中心に、いろんな人間がね、最終的には心と心の結びつきを感じるような世界にはしたいと思いますね。